こんにちは。14時10分。今日は6月1日でございます。午後の一時、いかがお過ごしでしょうか。今ね、冷足の方を見ていただいてるんですけども、この冷足の動きなんですけども、これがね、高根県からの大きな下落はもう示していないんですよ。ダブルトップってのは、あのお話したようにせいぜいこのあたりまでです。で、これがヘッドショルダーで尖っていたらね、結構な勢いでこれズバッと抜けていくんで、このあたりまでは警戒しなくちゃいけないんですよ。 まあでも、それでもね、ここまで行く時もあるんですけども、でも、今回はちょっとお話したように、ここ止まりなんで、あとはね、上昇することを考えた方がいいですね。ダブルトップと同じ水準のところ、つまりトリプルトップを描いて、その時はちょっと大きく下がるかもしれませんけども、おそらく突き破って上の方に行くんじゃないかなってこの構えておけばよろしいかと思います。今のところですよ、今のところ。明日になったらまた判断変わるかもしれませんけども、今のところは130円の933あたり13、131円前後をめどに、 ずっと上に上がるんだろうなと思っていたら、まあ、そんなに外すことはないと思います。今のところはね。次4時間見ていきますよ。山本くんね。で、4時間なんですけども、4時間も結局は、えっ、ー、と、まずね、ここ、ここまで伸びることを警戒する。その次はここまで伸びることを警戒する。その次はここまで伸びることを警戒する。という形で進めます。ね。だからまずは最初はここまで伸びることを考えてね、ここを抜けた瞬間にここまで行くことをかん、あ、すいません。ここまで行くことを考えていくわけですよ。まあ、ここもありますけどもね。 うん、ここですね、慎重に行くなら。ここを突き破ったんで、えー、もう一段階行けるみたいな感じですね。で、ここを突き破ったらもう一回ここですね。で、ここ突き破ったら最終的にはここで、ここまで行ったらもう、これ上にズバーンと行くと思います。4時間はこういうシナリオですね。うん、はい、じゃあ1時間ですかね。1時間。ね。1時間で見るときには、前回の高値ですよ。 うん、だからこれこの辺を越えたらどうかなっていうのとこの辺を越えたらどうかなってことを考えていけばいいですね。で今あですんでここを突き破って上がったわけでしょ。で今度ここを突き破って上がったわけでしょ。で今度ここを突き破って上がったわけでしょ。うんんか今度またあのー、安値が出ますから。 うん。その、安値で下がった時にはもう売った方がいいんですけども、ええー、と、押し目を作った時にはね、またエントリーし直せばいいんじゃないかなと思います。まあ、そこが難しいんだよってことですけどね。押し目になった時に売って、押し目でそこを売った時に買うっていうのは、これは死難の枠ですから。ああ、ということは、ええー、と、ここでエントリーした分を手放さずにしばらく置いとけばいいってことになるんですよね。まあ、ここで言えるのは、ここを破ったでしょここを破ったんで、あとは、倍の方に、 レジサポ転換で進んでいくってことを見ていればよろしいんじゃないかなと。今ポジション持ってる方は130円まで頑張っていってください。えー、そのままポジション維持でね。で、えっ、ー、と、ポジション持ってない方は逆で130円になったらエントリーするかどうかを考えた方がいいです。倍の方でね。えー、じゃあ以上でございます。ちょっとわかりにくかったらまたメッセージください。